あなたに、時を戻してで、変えたい過去はありますか？それとも、その現実を受け止めて未来へと進みますか？一人の子鬼と一人の仮面屋との出会いが、あなたの人生を大きく変えるであろう。こんにちは、ブルーホースです。まあ、いろんなね、講演垂れようかなと思ったんですけど、まあ、いつものノリでね、テンション爆上げでやっていきましょう。ということで、今回からなんですが、まあ、なんか前回のゼルダの伝説時のオカリナをやってから、まあ、1ヶ月くらいお休みでもしようかなと思ったんですけど、やっぱりね、この作品をもう噛みすぎて、もう楽しみすぎて、もうなんかね、毎回その、スイッチの64を見るたびに、あ、もう、これはもうやりたくてやりたくて仕方ねえなっていう欲を抑えることができなかったので、すげえ緑色の仮面が恐ろしい顔でこっちを見てるんですけれど、まあ、そんなことはどうでもよろしくって、あ、女の子が指をくわえながらレオタードを着て歩いているよ。さあ、そんな悲しげな表情をしてないで、私のところへおいで抱きかかえてあげましょう。そっち進むだったっけ？はい、めっちゃお悩み中というところなんですけど、はい、ということで、今回からやってまいりましょう。ゼルダの伝説、ムジュラの仮面ですね。はい。で、ただ、神ゲーとは言うものの、非常に申し訳ないんですが、マジでダンジョン覚えてないんよ。だから、すげえぐだる気しかしなくて、まあ、とりあえず、メインストーリーをクリアしていくっていうことを、まあ、目標にやっていこうかなっていうふうには思ってますんで、ぜひね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。まあ、要は、4日目を無事迎えられれば OK というところですね。まあ、このゲームやったことある方はね、が、まあ、多分メインで見てると思うんですけど、このゲームはですね、前回みたいな時のオカリナのように、こう、なんかどんどん先に未来と進んでいくっていうものではなくて、3日間という、まあ、実質、1周5分とか1分、わかんない、まあ、まあ、24時間が、まあ、何分みたいなね、すごい短いスパンの中で3日間が過ぎていくっていうゲームなんですよね。その3日間の間で、ゲームをしっかりクリアしていかなきゃいけないっていうところなんですが、当然ながら3日でね、クリアすることっていうのは、まあ、至極こ、あの、困難というか、まあ、難しいっていう話なんですね。はい。なので、まあ、何周かをしなければならないところではあるんですけれども、まあ、そこをね、なんとか、クリアしていこうっていう、そういう風なんでございます。ちなみにですね、これは、ゼルダの伝説、時のオカリナの正式な、続編に当たるのかな？の、パラレルワールドっていう設定で確か進んでいっているかというふうに思います。はい。ちょっとパート1なんですが、まあ、アイラルに伝わる王家の伝説。そこに一人の少年が登場する。巨悪と戦い、アイラルを救った後、彼は伝説から姿を消した。時を超えた戦いを終え、彼は人知れず旅に出た。冒険の終わりで、別れた。かけがえのない友を探す旅に。はい、この音を聞いたらわかるよね。ああ、時のオカリナやったことあるんだったらわかるよ。あれでしょって言ってね、カーナビーでしょって言い方が良くないよね。はい。まあ、ということで、ナビをね、探しに行く旅ですね。ところが、もう何日もご飯を食べていないっていうところなんでね、ちょっとさすがに疲れたリンク君が、ちょっとうつむき加減でね、馬に乗りながらって言っているところなんですけれども、はい。もうなんか紫色にどす黒く光っている、まあなんか妖精ちゃんとか見たりするんですが、まあそんなこともね、気にしながら、はい。まあ皆さんのですね、まあ、こっからどのくらいのパートになるかわかんないです。まあ、メインストーリーだけをしっかりと進めていくってなっていけば、まあ、ぶっちゃけ時のオカリナよりもそこまで長くないかなという気はするんですけど、サブストーリーとかを含めて、こう何回も何回もやり直すと、やっぱりね、多分ね、ものすごい膨大な、ボリュームになるのかなと思ったりするんですよ。で、冒頭伝えた通り、基本的には、まあ、メインストーリーを進めていくっていうのを中心にやっていこうかなっていうふうには思っているんですが、まあ、さすがにそれだけだとね、せっかくのムジュラの仮面の面白さっていうのも、完全に伝わりきらないかななんて思ったりもするんで、極力ですね、サブストーリーも、まあ、可能な限りちょっと伝えていくというところで。お前たち、うまくやったら？何かいいもの持ってそうか？あれ？こいつ？まあ、いいか。てて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 。てて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 キッキッうぃエロい
子供の乳首触ってる。綺麗なオカリナ。ねえ、スタルキッド。僕にも触らせて。なんかこれの耐久1時間レースを作ろうとしたゲーム実況者さんもいるみたいですけどね。ふぅ。はははは。だけで1時間みたいな。ダメよ、トレイル。私たち怪我でもしたらどうしろな。危ないから触っちゃダメ。今回のヒロインなんかあれだよ。だ、けど姉ちゃん、僕も触りたい。なんかここだけを切り取るとさ、なんかさ、姉に迫る変態弟みたいな感じだね。ということで、おはようございます。リンクの顔よ。僕も何も持ってませんよ。時のお金なんて知らないもんね。貸せ！剣使えよ。切り刻めよ。仮面外せよ。待て待て！そんなことしたら誰、あれでも膝の皮がズルむけになっちゃいますけど大丈夫ですか？まあギリギリアキレス腱が切れなかったらもう走れると思うけどさ。すごいよね。これでさ、落ちない、スタルキッドの腕力もすごいけど、引きずられながらまず、全くもって傷を負っていないっていうね。すごいよね。で、この、あれですね。さっきも言ったけど、時のオカリナからの続きですっていうふうに言ったんですけど、じゃあ時のオカリナで、だいぶ、ハートとかも回復したはず？だから、数増やしたね、ハートの数を増やしたはずだから、じゃあ、そこそこ最強なんじゃないと思うんですけど、見てください、皆さん。あれ？ハートの数 3？ みたいなね。なんでそうなってるっていうところなんですけど、はい。この原因はですね、今さっきスタルキッドに、足にしがみつきながら、エポナーと共にさ、引きずられてたじゃないですか。まあ、エポナーに引きずられてたじゃないですか。そのタイミングでハートがゴリゴリに削られてしまった結果、3つまでになっちゃったっていう、そういうオチなんですよね、はい。ほんまかいなっていう話なんですけど、ちょっとよくわかってませんと。で、まあ、お金は貯めといてね、損はありませんので、はい。貯めておくと、まあ、きっといいことがあるだろうということなんで、とりあえず14ルピーが貯まったところで、はい。どん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 行きましょう。これはあれかな？多分。ピー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 
ちょ。あー、逃げちゃったね。残念でした。これ登れましーん。こっちは登れまーしゅー。ということで、ほいっと。ほい、カメラ語訳が難しいんですよね。で、こういうぴょんぴょん飛びがね、かっこよくなっているっていうのも、もちろんの仮面の一つの特徴ですよね。ほんと小学生くらいの時に初めてやった時にマジで感動したからね。おわっとっとっと、そんなバランスが取れないとでも思ったか、ひゃっ。しかもあれお腹の方向から落ちたはずなのになぜか背中から落ちてるというね、どんなバック中をかましたのかよくわかんないですけどね。はい。まあリードでオカリナだったりですね、なんかギブロだったりゾーラだったりゴロンだったりムジラの仮面だったりというのがいろいろあったりするんですけど、一体どれが本物なのでしょうかとか、まあ別に本物も偽物うんぬんとかっていう話じゃないと思うんですけど、ということで、はっ、お花、これが僕の穴なんでちょっとスターみたいになってんだよ。なんであのバカ馬は全然言うことを聞かないな。なの乗ってても仕方がないから捨てて、あ、おちょてても噛んじゃったよ。なんだその顔は。せっかく遊んでやろうと思ったのに、今のオイラに勝てると思ってるのか、間抜けなやつめ。おー、みなぎってきたー。俺は今何かに変身できそうな気がすると、仮面ライダー。これって名前出して大丈夫？怒りナッツが怒るナッツでない、いろいろとね、保管やら何やらありとあらゆるものをまさぐられた結果ですね。はい。ああ、大人の世界へ雨あられ、飛び立って見ちゃった。こっちに見ていくとキャー、迫りくるナッツ、ピーナッツ、アーモンドナッツ、ココナッツ、私は誰だ。うわー、可愛くなってる。お口が大きい。キャー、私の正体デクナッツ。たユニークな姿だ。お前はその姿でここ。待てー。いや、ドゥイ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 。いやいや、バカタリー、いや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 、ね、姉ちゃん、どえ。まあこんな扉一つも開けられないんだったら、もう妖精やめちゃえばって思うけどな。ちょっとやられた仕返しに嫌味でも言ってみろ。ブイン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 。ちょっと
相手してたら後ではぐれてたじゃないの、どうしてくれるのよ。何よその顔は、私の顔なんかついてる、あんまりじゅるじゅる見ないでよ。ペアするよりあの扉どうにかして開けなさいよ。か弱い女の子が頼んでるのよ、早くして。あんドレイル、あの子一人で大丈夫かしら。知らねえよ、てめえが原因だろうが、自分で自分のケツから拭けよ。本当にお姉ちゃんなんでしょ、弟のケツ拭くくらい自分でやんなきゃ。ということでオープンささみドン。あ、なんかすげえ、見て、鳳凰がいる、いっぱい鳳凰がいっぱい生えてる。ルギアどこなんだろう、ルギア爆弾。あーね、よ、置いてかないでよ。ねえ、さっきのことは謝るからさ、一緒に連れてって。あんたらってさっき逃げたサラキッドのこと知りたいでしょ。私、あいつの来そうな場所に心があったりはあるわ、心があったりが。私を連れてった方が何かと役に立つわよ、だからお願い。ねえ、ねえ、いいでしょ、決まり。じゃあとりあえずサラキッドを捕まえればで、あんたの相棒になってあげろ。私、チャットよろしくね。そうと決めたらグズグズしないで急いでここから出るのよ。もし何か分かったことがあったら上で教えてあげるから、それまで一人頑張んなさい。こいつマジでポンコツなんだよな。あーってすげえ、結構あれだね、あの体の動き方が生めかしかったんですね。ポン、うい、飛びます飛びます、ババ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 バ、れあれなんだよね、息子なんだよね、確かね、誰かさんの。ポイッと、ポポ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 ポキッと、もう一回入ります。ギュリーって、ポイッと。チャ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 あ、そっか、これセーブできねえんだ。あの、セーブしようと思ったら、あれなんですよ。あの、いちいちね、戻らなきゃいけない。あれ？あ、こっちだね。ちょ、たぶん直接行けないはずだから、だよね。よいしょー。ほい、ほい、ほい。んぽぽぽぽぽぽぽ、んぽぽぽぽぽぽぽ、んぽぽぽぽぽぽ、あ、やばいやばいやばい。ギリギリ間に、ギリ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 、崖の上に行くよ、ウォン。なんでめんどくせえな。そうそう、やればできんじゃん。わしがこうやって人や物に飛んでいくから Z 押しなさいよ。そしたらこっちに注目できるから、トゥークルしても Z 注目を払わせるし、注目する相手がいなくても前を向けるんだからね。それより私が言いたいのは、そんなことじゃなくって、ちょっとこの木の近くに来てチェックしてみてよ。あんたにそっくりって言うんでしょ？知ってるよ。そっくりなんだよ。はい、おりますー。ということでチェック。チェック。さっきから思ってたんだけど、あんたのその姿、これに似てない？なんか今にも泣きそうな陰気な顔してるよね。まあ、どうでもいいけど、だったらチェックさせんじゃないわよ。パー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 、すでにもう10何分13分、これどうなるんだろうね、本当にね。さあ、くる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 、でーん、さあ元来た森に戻ることはできません。ぷい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 、じゃあこれ沈むと確か死ぬんだっけ、やってみる。ディッ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 、ういあっバウ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 、あ、体力が削れないんだね。あ、じゃあすげえ親切設計だ。ういういういう、くるくるくるくっと。じゃあ、登っていきましょうか。時計と、すげえ、光景が蒸している。それはないだろう、それはないだろう。ということで、さあ、時計台の外に出てみようと思ったら、大変な目に遭いましたね。私は幸せのお面や古今東西幸せのお面を求める行商人、旅の途中森で奇妙な子に大切な仮面を盗まれ途方に暮れていたところ、あなたを見つけまして、失礼と思いながらずっと後をつけさせてもらいました。実は私、あなたを元の姿に戻す方法を知っているのです。あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば元の姿に戻してあげますよ。その代わり、ついでにあの子鬼から私の大切な仮面を取り返してもらえませんか。なーに、簡単なことじゃないですか。あなたにとって決して悪い話ではないはず。ただ、あいにく私も忙しい身でして、あと3日でここを去らねばならないのです。できればそれまでに取り返していただけるとありがたいのですが。
大丈夫。あなたはお若いのに体操勇気のあるお方だ。きっとすぐに見つかりますよ。では、よろしくたもれ。おや、あなた、あの子には見つかりましたか？はい。3日から72時間という言い方に変わってるんですね。ということで、始まりました。最初の朝。あ、びっくりした。昨日目が出てんだ。いや、こっちの話よ。しかし3日で寝て質問しなくても72時間しかないじゃない。勝手なこと言うわねえ。さあ、ぼさっとしろ。大王様に会いに来いよ。だってあんた、ステルキットに会いに行くでしょ。大王様はステルキットの行動から進めてお見通しなんだから、小崎の話。あいつ、大王様に頭が上がらないの。町の北門の近くにある祠に行って、大王様、その中にいらっしゃるわ。こいつ結構いろいろ知ってんだよな。怪しい。ちょっと、小崎ピン。なんか、さっきが似たような声しかしてない気がするんだけど、まあ、それはそれでいいか。くる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 。チュ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 。ここはわしのチュチュペッピー。留守の間に勝手に使わないでチュチュペッピー。同じデックの仲間なんだからさ、そんなケチくせえこと言わないでさ。ということで、とりあえずまあ、じゃあまず東門に行きましょうか。お金がないからなかなかね、パパ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 パ。ね、おかまちゃんが増えてるというね。クロックダウン。少しちょっとピピ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 ピ、まだ6時だからね、入ってもあれなんだよね。ということでこっち行きましょう。ほい。ところがね、大妖精様に会いたくても確か初日はあれなんだよな。どう過ごすのが正解なんだろうな。もうね、あの神ゲーと言っときながら全くもって覚えてないっていうね。あの、え、あれなんかお前言ってること矛盾してねって。はー、あ、これは無理なのか。おっちゃむ緑の服、主の妖精。お主、もしかしてもしかすると、森の妖精さんでは、なんと、僕の名前はチングル。お主と同じ森の妖精だと思うんだが、35歳になった今でも僕のところには妖精が来ないんだ。親父はいい年こいて目を覚ませって言うけれど、絶対にチングルは妖精の生まれ変わりさ。今はこうやって親父の手伝いでマップを折りながら妖精さんを待っているのさ。いいな、いいな。ねえねえ、友達になってよ。そうだ、その代わり、友情の印にマップを安く売ってあげるよ。チクルの書いたマップ買う？じゃあ、クロックダウンもらいましょうか。イエーイ！キャラチュチュー。これで街のことがよくわかる。赤い矢印が入ってきた。はいはい、オッケー、わかります。じゃあまた呼んでねー。クラチンクラクラリンパー。これはチンクルか考えて魔法の呪文、真似するなよ。真似する価値もねえわ。大妖精様は今あれだから、とりあえず、あ、南に戻ってますね。南海ちゃん、西のカレー屋さん、ドンペイ。あ、ちょっと待って、おー、男の子一瞬消えたぞ今。クロックダウンネッセーちゅうことで、今別にトリックに手に入れるそうなものもないから、200ルピー貯めればまああそこでいいんだけど、あれ初日ってあれかな、洗濯のところにいたっけか。なんかめっちゃこっちに睨んでくるやつがいるんだけど、腹立ちんこやな。洗濯が入る、ゲコゲコミコゲコ、あ、いたちゅい、おっきい、目につけたらきっとに何されてしまった。どうか私をキノクターキタの妖精の隅に戻してください。いいでしょう、初日で行けたね。オッケー、ブヌヌヌヌ、あれいないぞここに。パパパパパパーブヌ。そうでね、今回のムジラの伝説じゃねえムジラの仮面のちょっと個人的にむずいなと思うところが、あの神殿自体があの4つしかないんですよね。4つしかないから、あのハートの器を貯めてっても7個しかならないんですよね、マックスで。だからやっぱいかにこう効率よくハートのかけらをぶっ潰すことができるかっていうところになってくるので、まあ、それをどうやって貯めていくかなんだけどね。まあ最低でも10個は集めたいところなんだけど、果たしていけるかなっていうところなんだよな。シュ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 シ
これが合体したらどうやったらこいつになるんだよ。むずすぎるわ、妖精の原理が。ちゃっと、そして姿を変えられた親切な若者よ。バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。私は魔法の大妖精。私としたことがあの子だと思って油断をしてしまいました。今の私にはこれくらいしかできませんが、お礼にあなたに魔力を授けましょう。さあ、受け取りなさい。チュー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 やったー。あー、お目目がクラクラする。そんなきつい香水を私に振りかけないでください。ドロロロトゥル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 。魔力を授かった。今の姿なら B を押せばシャボン弾、しばらく押して離せば大シャボン弾、使えば魔力は減っていく。魔法の壺やキュウリを食べて回復だ。町の外にある天文台に住んでいる人がスタルキッドのいるところを知っているはずです。ただし気をつけなさい。今のあの子の力を甘く見てはいけませんよ。親切な若者よ、元の姿に戻れたら必ず来なさい。その時あなたの力になるものを差し上げましょう。ひょー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 。さあどうしよっかな。確かにな、こう大妖精を全部集めるっていうのがまあめんどくさいけどやっておいた方がいいっていうのはね、至上命題ではあるんだよね。ちょっと待ってね、宿屋の鍵って何時からあれだっけ、取れたっけ。ちょっとそれはあんま覚えてないんだよな。クソ偉そうなおっさんがフィンズル帰っておならこきながら歩いてやがる。パーパッパパパッパパー、お邪魔します。ちゃ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 、あ、ちょちょちょ。かわいいお客様、ご予約終わりで、お母様どちら？ごめんなさい、うち予約客でいっぱいなの。お母さんにそう言ってくださいね。なんだと？裏から入ってやるぜ。ごめんなさい。あれなんか違う。何時からだったっけな？ 12 時？ 1 時からだったっけ？そう、なんか時間によって起こるイベントが決まってくるみたいな、そんな感じなんですよね。まあいいや、じゃあ、普通にやっていきましょうか。はい。ということで、トゥ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 ザクネッツのくせになかなかやるな。お前なら町の外の天文台にあるポッパーズの足とも行ける秘密、特別に教えてやってもいいぜ。だけどただじゃ教えられないな。それなりのテストを受けてもらうからな。いいか、よし、やるんだろう。決まれ。俺チコニーを明日の朝までに全員捕まえられたら暗号を教えてやる。準備はいいか。別にいいんだけど、夜まで子供が帰らなかったらあれなんじゃね？おい、あれちょっと待って。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。リーダーから先に。チッて4人。これどこ行った？あ、いた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 。ほい。ほい、オッケー。あと3人。南はいたっけ？東に1匹。あ、南いたっけ？ちょっと覚えてない。あいつは残念ながら違うんだね。で、コケココココココケココココケココココケココ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 こんなとこにいたっけ？いないよな。あれ南？西に一人と？あれちょっと待って、本当に分かんなくなっちゃった。あ、ああ、思い出した、思い出した。東にもう一匹いたわ、そういえば。じゃあまず西行きましょう。あ、ちょ、ごめんごめんごめん。それはあなたのブチギレプンプンまでなるわな。バイト君、上ばかり見てんじゃないぞー。なんかちょっとたくましくなってんじゃん、オカマちゃんす、4人衆。ということで、こっち、チャッチャラパコ、ピーピー、ピー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 、どうせ金もすぐ、はいはい、ワインルビー、今日手元、今ならキャンペーン、ルピー、貯めた、200ルピー、200ルピー、じゃあ預けときましょう。ほい。で、何番預けんの？おい、オッケー、あ、ちょ、ティッ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 ティー。オッケー、ほんま、おきにおきに、あんちゃん名前は？ふんふん、ブルーボースさんで？
骨預けたこと忘れんよ。あんちゃんの体に特殊なインクでスタンプ押させてもらうわ。安心しや、色もつかへんし体にも害はないからな。よっしゃ、これでワイが見たらレックスで分かるようになったらいい。これであんちゃんから預かったの全部で24ルピーや。待って、ガッパリ稼いで預けに来てや。顔に押さないでスタンプ超危険。ドーチュルチュチュン、あー決まっちゃった。あーということで、あ、1時になってる。あ、2時か。これもうあれかな、いけんのかな。ちょっと待ってね。そう、八百屋に泊まれる時間帯が、てか、まあでも多分、桃屋って言われてるから、この姿じゃ多分泊まれないんだろうな。よいしょっと。ここ、力いくつ、あ、なんだ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 。あー、話が終わってたー。うちの予約、はいはい、わかったわかった。予約客でいっぱいでございますね。それはいいんだよね。ん？あー、じゃダメよ。でもそれもマンネリね。あー、じゃダメよ。それもマンマンね。捕まえたぜベイベイ、チュルチュ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 ー。あ、チクショウ、とうとう捕まった。捕まえちゃった。デクレッツルクスになるじゃねえか。しかし、惜しいな。お前が人間だったらボンバーズオリジナル団手帳を渡して仲間に入れてやるところなんだけど、お前らどう思う？ダメダメ。そうだよな、一度人間じゃないやつを入れてこいつらひどい目に遭ってるから勘弁な。だけど約束通り暗号だけは教えてやる。一回しか教えないからよく見とくよ。ワン2 3 4 3 4 2 1 5。暗号は3 4 2 1 5だぜ。忘れんなよ。俺たちの秘密のアジトのルートはタウンの東にあるぜ。あいよ。あ、ちょ暗号しっかり覚えたか。残念。まあ人間やめちゃったからな。人間をやめることが大事ですよ、本当に。うん、たまには人間をやめてさ、クソみたいな一日を過ごしてみるっていうのもありなんですよね。もうくっちゃにくっちゃにしてさ、ほんと猫みたいな一日とか過ごしてたら幸せになれるんじゃない、人間でも結局さ。ここを通りたかったら暗号を言うでしゅ。はい、よいしょ。ほい、当たりでしゅ。暗号知ってるってことは仲間でしね。よし、通ってよしでしゅ。天文台のじいちゃんのところには面白いものがいっぱいあるでしょ。正義の秘密結社ボンバーズよ。いいでしょ。やべえだろ、普通に考えたら。ねえ、秘密結社だってクロノスじゃん。よし、じゃあ、こっち行ってポイッと、トゥイッとイッとイッとイッ。あれ、こっち行けない？行けないんかーい。あ、ちょ、無理。無理でした。人間になってからまた来ようね。ほい。てか、この状態で多分倒せないのかな。ヒュー、あれ、またこれむずいな。オッケー、とりあえず割れたからそれでいいや。地味になんか水でパチパチしてないということで登ります。あー、もうやばい。もうあれじゃん、5時になってじゃん、夕方の。良い子は帰らなきゃいけない時間ですよ。昔小学生の頃とかさ、門限何時みたいなとかってあったりとかしたよね。なんかさ、僕の家は割と寛容だったから6時まで行ってるけど、5時とかに帰らなきゃいけないって秒だったもんね。いやー、ベイベー、俺の前すりが明け求めて、さすがの小粋なかやかしげ。ベイベーが望むなら時間を忘れて夜までダンシングだ。 Shall we know。 Oh sorry、 そいつは残念。それならベイベーが作った曲オラに聞かせてくれよ。今無理なんだよね、ちょっと勘弁してくださいよ。すげえ荘厳な音が流れてる。カコン、カコン、あ、いたいた、おじいちゃん。おやおや、今日は変わった子供のお出ましじゃな。ボンバーズの新しい仲間かも。ふむ、この前の仲間よりはしつけが良さそうじゃの。あ、この間の悪ガキときたら、部屋の道具は壊すわ、月の涙は盗まほとほと手に負えんやつじゃった。今もほれ、ポケットのあたりでいたずらをしておるだろう。望遠鏡を覗いてみるか。イエスそうイエス。チュ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 ズーム。最初のユリュー。ユー。お月様近い。多分引力むちゃくちゃになってると思うんだよな、これな。ちら。お尻ベーベー。お尻。お尻合い。さあやめましょう。あ、出てる。どうじゃ。
悪ガキは見つけられたか？それにしても大きな音がしたの。どうやらまた近くに月の涙でも落ちたのかもしれん。そこから表に出て見てきてごらん。しかしあの悪ガキは時計塔の上にどうやって上がったのじゃろう。あそこにはカーニバルの前夜だけ開く扉からでなければ上がれないはずなんじゃが。まあ多分身体能力です。ということで、チャ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 。登れないんですね。登れないんですね。降りてるんですね。チャ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 。パラ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 パッパ。ということで、30分経っちゃったんで、どうしようかな。このまま、まあ夜までダンシングしてもいいんだけど、今いろいろとできそうなことって他に何かあるのかな。ちょっとよく分かってないんだよね。まあ、かといってここでカッツをしてもね、寂しいもんな。ちょっと待ってね、今この姿、あ、でもやっぱ無理か。ダンシングオールナイト、このままずっと。ダンシングオールナイト、魚落ちる。こうやっぱ省略しようとすると痛い目に遭うっていうあれなんだね。ちょっと何チャッツ。とにかくさっき聞かれるってことは分かってるんだから、絶対に聞かれて書き込みしよう。何か分かるかもしれないわ。だからぼーっとしてもここに行くくないな。そうですね、もう70、じゃあ60時間切ってますからね。ということで、ちょっとマッチング、ちょっとマイチング。鍋かまて、お鍋かめだと。お姉さんどうした。うち、あなたそれしか言えないの。うちの予約客でいっぱいなの。宿泊客以外は出て行けばかりだろってか。そんなことしてたって無駄だってことを今から身にしみと教えてやるよ。くる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 。マジでできることないんだよ。あれやる？あれやりに行ってみようか。パッ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 。だから俺あれクリアした試しがないんだよな。こっちから入れんだよな。パパパパパパパンパパパンパパパンパパパ。あれあれ、お姉さんいないな。じゃあいいや、行くか。ちょっと待ってね、できるかどうかがわからないんだけど。よいしょ、カチャコン。あー違う、あーまあまあいいか、まあこっちでもいいか。よいしょよいしょよいしょ。こっちでいいのかな。だね。だね、ふしーふしふし、だねだねー。ということで、くるくる回転しちゃいましょう。お、発射準備、オーライ、くる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 、シュー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 。おい、オッケー。シャーブオン。これを、なんとかできればいいんだけど、どうなんだ。ふい、お願いします。おう、ぼっちゃん、遊んでいくっぴ？オッケー。そんじゃ、このデックバナーを使って楽しいんだよね。これ時間制限あったっけ？すべてのルピーを取った時間が今までの記憶より早かった。豪華賞品プレゼントだぴ、ただし、勝負してるのダメだっぴ？今日のゲームのベストで1分15秒くらい早くルピーを全部取るっぴ。じゃあ、デックバナーに潜ってスタートだ。ちょっと待ってね。結構むずいな。あべべべべべ。あ、違う。入れない。そんなむずいしようがあったのか。ああ落ちたー。じゃんけん終了っぴー。なるほどな、そういう罠もあのあれなんだね。はい、ルピー。ちょ、もう。模様替え？嘘だろ。はい、ここで残念ながらハートのかけらを手に入れるということは無残にもできなくなったということで、はい、このままだと時間がどんどん進んでいってしまいますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。連続撮りはしますが、ちょっと収録の時間の関係上、こちらで終了となりますので、あしからずということで勘弁してください。ということで、一旦ね、こちらで、ムジャラの仮面は、パート1終了とさせていただきます。次回、また、パート2ですね。まあ、物語は当然進んでいくことになると思いますので、ぜひお楽しみください。ではまたお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。バイバイ。